という感じなんですよ。なんでこの if のやつちょっともう忘れてるかもしれないですけど、はい、if の括弧の中を真偽で判定して、真だったら大括弧の、あ、中括弧かの中身を全部やる、おうおう、偽だったらやんない、うん、っていうことなんですね。でこれ今2つの例があるんですけど、この5イコールイコール5っていうのは真ですよね。真ですね。なんでこの A イコール2、 A2 に入れるっていうのは実行されます。ということは一番上で A に1入れてるんだけど、うんうん、if のが真だったから A に2を入れるっていう中身が実行されてるんで、あのコンソールログで表示すると2になってるわけですよ。かた、うんうん、やこっちの5イコールイコール6って書いてた場合は偽なんでこの A イコール2、 A に2を入れるっていうのは実行されない、ね、はいはい。なんでコンソールログは1のままなんですよ。あ、そっか、最初に1って言ってるからか。そうです、そうです。あ、A に1入れるっていうのは一番最初に両方やってるんで、はいはい、1のまんまになりますね。でですね、まあついでになんですけど、これも、はい、まあ忘れていいレベルの話なんですけど、はい、あの真じゃない時だけやる命令っていうのもあって、さっき真の時だけやる命令だったじゃないですか。はい。でその if で抽選に漏れたというか、その真じゃなかった場合に、じゃあみたいな、じゃあもう一回聞くけどみたいな。もう一回聞くじゃあこっちはどうみたいなやつでだったら、あ、じゃあこれやってよみたいな、その if の古文みたいなやつが あってそれが else if ってやつなんですけど、で全部違ったと思う。上からバーって if else if else if ってバーってやって全部違かった場合だけやってみたいなやつもありまして、まあ、こういう書き方するんですけどまず if ですね。一番上が if で、はい、でその if の中、真偽の中が真だったら if やの中身やって終わり、はいはい、なんですけど、あの一番その最初の if が偽だった場合は、うん、じゃあっていうその else if に行って、で、うん、真偽にっていうのをさらに用意して、でこの真偽にが真だった時だけ else if やってさよならっていう。おでさらにここでまた偽だった場合は、全て偽だった時に else の中身を実行して終わりみたいな。あ、じゃあ else は偽の時の命令なんですね、うんうん、そうですね。だから if とから else まで全部セットなんですよ。はいはいはい。でどれか1個しかやんないんですよね。うんうんうん。当てはまったやつだけやって、その if から else の塊はそれで終わり、うん、そのでその else の下のやつから続きやっていくみたいな。これちなみに、うん、はい、これ条件というか、まあ、うん、if else if else で3つじゃないですか、うん、これもっと場合分けというか、あ、できます、もちろんできます。場合はどう書くんですか。else if を単純に大量に増やすっていう。あ、そっかそっか、はい、else if を増やしていって条件は別、はいはい、真偽が別みたいな。そうです、そうです、そうです。ああ、なるほど。うん、else は別になくてもいいです。あの、ああ if と else if だけとかもできます。あ、そっか、もう else がなかったら偽の時は何もしないってことですもんね、うん、そうです、そうです。ああ、で if と else だけもできます。ああ、なるほど、うん、ただ else だけとかはできないですね。 else だけはできないし、うん、else if だけもできないし、うん、まあ、基本 if が絶対ありきですね。ありきで、うん、っていうなんかちょっとややこしいやつあるんですけど、うん、まあ、これはね、でもね、とりあえず if だけ覚えときゃいいですね。ほうほう、うん、if がこれが真の時だけっていう、うんうん、だけ覚えときゃ、あ、そういえばなんかそれじゃない場合もなんかやれるやつあったなって、こうぼんやり存在を覚えとけば、はいはい、どう書くんだっけなっていうのはググればいいんで、うん、さっき言ったように。なんでまあ if だけ覚えとけばとっかかりとしてはもう十分です、うん。では早速もう演習に、おお、もうか、入りましょう。ちょっと今回難しそうですね。そうですね。これ何してほしいかっていうと、はい、このハテナのところに、
if を使って マネーがプライスより大きければ、つまり、まあ、持ってる金が値段より多ければ買えます。はいはいはい。これ現実と一緒ですよね。持ってるお金が値段より高け多ければ買える。で、そうじゃなかったら買えませんっほうほう。ていう表示をするようにしてほしいんですね。2パターン表示させなきゃいけないですね、場合によって。はい、でも表示するところは1個しかないです、最後。このコンソールログのメッセージしかない。ほので、要はメッセージに変えますを入れるか、変えうほう。ませんを入れるかああ。を if で分岐させてほしいと。なるほど。はい、そういうことです。やりますよ。ああ、大丈夫ですよ、時間かかっても全まあ、まず if でしょ。然。違う。コンソールログが一番下にあるから、メッセージに何を入れるかって話か。メッセージイコール、そうじゃない場合があるから、エルスか。こんがらがってきた。エルスで、いや、エルスはだから、偽の場合だから、間違ってる気がすんな。わ、難しい、これ。合ってんのかな？ヒントを言うとしたら、はい。これって変えますと変えませんの場合しかないでしょ。ないですね。絶対どっちかでしょ。はい。ということは if でどっちかの条件を書いたら、それ以外が変えませんって言うんですよ。できました。コンソールに入れてみて、Chrome の。出ないっすね。あら。わあ、なんで？ なるほど。これがやられさんのコードということですね。見てみましょうか。まずマネーが100。マネーという箱に100入れると。で、プライスという箱に300が入っている。ここまでは問題文ですね。で、この後が、実際の判断ですけど、はプライスがマネーより大きければメッセージに変えますと入れると。で、そうでない場合、エルズの場合はメッセージに変えません。あ、これはですね、セミコロンの場所が違いますね。セミコロンはね、中側というか、そのメッセージイコール変えますって1個の塊じゃないですか。はい。なんで、その、なんていうかな、これって if のやつがなければ、これ書きますけど、はこう書くじゃないですか、普通。い。あで、あ、これそっか。をこうやってくくってるだけなんで、ああ、はい。なんで、なるセミコほど。ロンは、括弧の中ですね。if の最後にはじゃあいらないですね、セミコロンは。そうですね。これ確かにね、これ命令なんだからいるんじゃねえのかって思うかもしれないですけはど、これはね、いらないんですい。よ。うん。難しいな。まあまあ、でもやっていけば覚えるとは思うけそうでど。すね。ちょっと答えの方を見ていきましょうか。はい。答えというかね、私の書き方 のそう。例なんですけど、まあ、こういう感じで書いてますね。で、まあ、俺は else 使わなかったんですけど、あ、そうなんですか。最初から変えませんって入れといて、はい。変えるときだけ変えますに変えたらいいかなって ああ、思ったんですけど、なまある別ほに、ど。でも別に全然 else 使ってもいいと思います。あ、なるほど。もう先に入れとくんですね、変えませんを。う3より以上だったん。うら、ん。変えますに入れ替えそう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 。るっていう処理だけすれば、そうそうそう。ああ。左と右で全く同じように見えて、一番上のマネーだけ変えてみたんですけど、なるほど。こっちの左の場合だとですね、まあ変えませんって出るんですよね。100円じゃ300円のものは変えないと。で、右側は変えますって出ますはい。ね。例えば、今ちょっと思ったんですけど、はい。例えばゲームだったら、このマネーが、まあ、ダメージとか、で、プライスが HP とかにして、ダメージが HP より多かったら死にますとか。そうですね。死にます、死にませんが。そうですね。死にます、死にませんは多分出ないと思うんですけど。そうですね。だからその中に、例えば、はい。キャラクターの絵を消すとか、else if を使って、なんかはい。HP の10%以下だったら、死にかけの絵にするとか。あっていうような分岐ができるわけですね。
いい線いったんですけど。いやー、惜しかったな。しばかれましたね。まあね、あれはでも、まあ、イフの、なんていうんかな、セミコロンの場所、ていうか、はい。命令、むしろ命令に絶対セミコロンつけた方がいいっていうのを、まあ、守ったとも言えるんで、ああ。まあ、覚えていただければとありがとうございます。優思しいいま先生です。よかった。ではね、今回のまとめの方をい。いきます。if 命令は、括弧の中の真偽が真だったら、中括弧の中を全部やる。偽だったらスルーする。っていうものでしたね。で、比較する命令、まあ演算子って言うんですけど、まあ比較する命令は、真偽を生み出せると。で、真じゃない時だけ、分岐するっていう、まあ命令、else if とか else もありましたね。で、これはまあ覚えなくてもよくて、存在だけ覚えとけば、わからなくなったら、ググればいいと。こいうことなんで、う、if だけ、便利な世の中ですね。if だけ覚えときましょう。とりあえず。次は何するかっていうことなんですけど、まあ、次ね、ちょっとまだ考えてないんですけど、まあ、なんか、何らかの関数か命令ありません。めっちゃぼやっとしてますけど まだ考えてない。何らかの関数って何ですか まだね、ちょっとスライドの方が作ってないんで。以上ということで。ちょっとね、いよいよ本格的なプログラミングになってきましたけども、どんどんこれでね、使える命令とか関数増やしていきましょう。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。